マリアツ信政は戦国時代の武将、暴走半島を拠点とするマリアツ武田家の一族、マリアツ信鷹の子、上佐国造会場、シーズ上場主、娘に上杉義勝室がいる、マリアツ信鷹の子として生まれる。父のマリアツ信鷹が、叔父のマリアツ新王と家督を争い相模のご法上氏と結んで放棄した時は造会場を任され、 ミネ城,城によった父を支援した。小弓久保、足利義明の介入により劣勢になった信孝が、ミネ城,城を放棄し作り会場に逃れてきたが、里見義孝が攻め寄せてきたため、百首の和歌を読むことを条件に会場に応じ、御法上氏を頼って武蔵国に逃れたという。この時、マリアツ信正は、父と行動を共にしたと思われる。天文七年。 第一次河野大合戦により、北条氏綱に敗れた義明が戦死すると、新王の勢力も弱まり、父の信鷹は、上ズに復権を果たし、シーズ城に寄った。間もなく、マリアツ一族の内紛は再発し、ご北条氏と里見氏が支援を名目に、上ズに介入するようになり、マリアツ武田家は勢力を弱めていった。天文20年、父のマリアツ信鷹が死去する。 1552年、後北条氏の北条氏康は、里見氏に対抗するため、信正と万期城の時氏を味方にしようと格索したが、里見氏の里見吉隆はこれに反発し、正木時持に命じて、信正を攻撃、時氏も、里見氏に抗応した。信正は、叔父のマリアツ神王の支援を得たものの敗れ、シーズ城内で自陣。三日後には、叔父、マリアツ神王も撃たれたという。 これにより、マリアツタケだけは、没落をした。ありがとうございます。